3、2、1、シュー！ え、もう始まってるか？始まった。今からね、じゃあ。まあ、10秒マイナスって感じで。あ、もう始まってる。始まってるよ。ちょっと今、落書きとか12秒引いていくか。あれや、工事にやってピカピカしてるから、すごい。わかりやすい。すごい寒い中、器用な作業させられてる星野が。早っ。持ち上げた。痛い。いや、あいつどうなった、どこ行った、あいつ。星野が行きたいな。どこにいるの、あいつ。あいつどこ行った。あ、もうあっち行った。びっくりした、行きたいとかと思った。走ってる、星野走ってる。ちゃんと覚えた。お嬢さん、記録ちょうど1分半ぐらいです。1分31秒ぐらいです。ケチじまった。おしんよ、温まった？冷えたの。これどう、きつい？それ疲れてる、めっちゃ疲れてる。これは、いや、25歳の体力だ。星が俺のために整えてくれている。やってみてどうだった？ハーハーだった。ハーハーだった。多分星野が早いんじゃないかなと思ってるんだけど、これ久しぶりにこんな全力出した。1分半以上上回んなきゃんよか。きついな。次俺行くわ。あそこ滑ったと思ったでしょ、絶対。うん、でも星野がさ、あそこ消えたと思ったらさ、いつもか階段の方にいた。あそこね、スライディングした、軽く。スライディングしたの？服が汚れない程度に。うん、一番最初の方どっち？一番最初。あ、一番最初はすげえって思った。滑ってスライディングして入って立ってあげた。うん、これ思ったんだけどさ、俺さ、めくり方逆なんだよね、ゴール。あ、話しよかった。いいよ。それはそれで面白い。じゃあちょっと大丈夫か、眩しさにやれたな今。で、一回止めて、もう一回スタートする感じで。動画ピッてやってからさ、3、2、1でさ、スタートするからさ、そんな感じで3秒引く感じで。いきます。3、2、1、スタート。5秒マイナスぐらいかな。結構きつくね、この棒入れんだよ。ささっといけるよ。マジで、お前結構早かったな、この棒。うん。うわあ。さあ、吉津さんはどういう走りを見せるんだろうな。あ、見えなくなった。これ見失うわ。いるけどわかんねえ。やべ、完全に見失った。どうしよう。あ、いた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 。それっぽいのが走ってる。
あれこれ俺より早いんじゃねえもしかして。早いじゃないですか。1分26秒とか。うわ、ギリギリ早いくらい。あら、めくんの逆なのがきつかった。ああ。あと、ダメだって。ダメだって。タバコ吸ったばっかかつ、油も食ったばっかのやつ走らすのダメだって。はあ、じゃあ、指名やっとく？もう一度走ってやろうか。嘘。マジで言ってんの？マジ20代に戻ろう。なんでお前元気なのそんなに。もうちょっと悔しかった。はい、やる。ラストちょっと持ってて、自分で整えて。星野、1分20秒目指してみて。何点で50秒で。あと星野、多分俺がめくり直したからきっと戻ってる、あの状態が。ああ、じゃあ人と同じ状態ね。うん、いや、前のお前と同じ状態じゃね、多分。そこ立ってんじゃん。ああ、ほんとだ。あれさっきどうなったんだ。なんか何がどうなったか分かんない。一回星野がさ、やったじゃん。やって俺がもう一回やったらさ、なんか本来元に戻るはずなんだけど、なんであん立ってんだあいつ。何がどうなったんだ。何がどうなったんだ。くぐってもう一回上げてみても立っちゃったのかな。ってことは両方立ってる可能性あるか。今のところ星野の最初の記録は1分半、1分31秒ぐらい多分で、俺が今1分26秒だったから、何秒目指す。50。え、50秒。嘘、マジで。ガチガチじゃないか、ボタン外し始めてんじゃないかよお前。どんだけ悔しかったんだ今の。知らなかった。最初さ、おい超乗り気じゃなかったのに、なんでそんな全力なんだよ急に。あまり負けず嫌いやつです。ああ、じゃあちょっと俺もガチでさ、星のカメラで追うわ今度は。ちょっとかかるかなここ。ああ、けどダメだな。準備運動する。ちょっといやーい。じゃあ一回切って、じゃあ今度はさ、あれ行こう。わかりやすいようにさ、タイムも少しでもさ、ブレの なさそうなようにさ、もうカメラスタートと同時に始めちゃおう。一回切りますよ。次、いきなり星が走り出しますんで。はい、もうスタートしてみます。ちょっと行きたいタイヤすみません。よしよし、やり直しよう、やり直しようかなぜ、よしよ。やり直しようかなぜ、大丈夫か。カラーコーンが近づいてやがる。俺もさっきやられた、それに。ちょ、ちょ、よろ。きついんじゃない、これ。あーでも早い。星野、行けるぞ行けるぞ星野。星野、1分21秒。カラーコーンに苦戦したな。ああ、カラーコーンだけ1分5秒ぐらいだったかもしんね。お前はよく頑張った。明日筋肉痛だわ。あれさ、ゴール立ってんのめちゃくちゃきついよね。なんかさ、一回もうちょっと軽く持ち上げてからさ、直さなきゃいけないからさ。
え？限界超えた。限界超えたな。戻った体力。え？20代に。中学時代の持久走を思い出した。マジでダッシュしたわ今のは。マジダッシャー欲しいのじゃん。なんか一言ありますか。寒いから疲れたに変わった瞬間です。これが飯行くぞ。行こう。 See you next time。 頑張ろう。 Yeah。